ティファティファティファ、ちょっと直しなさいそれ。そんなみんなが平気でなんか物破壊しながら住んでる。ティファティファ、やっぱまだ怒ってんのかな、カームデのこと。エアリスにも言われたけど、とにかくお金がないので仕事をしたいですね。まあ、前回も仕事はしたんだけど、なぜかお金が減ってしまったので、何か困っているらしい。まずはお世話になったグリーン牧場の依頼はやっておきたいね。お兄ちゃんから聞いたんですね。お花を摘みに行きたいんですけど、モンスターのせいで行けないんです。ほう、そうか。お花は我慢できないよね。お花屋さんだもんな。お花を集めて、エアリス、これを作りたいんです。ん？お母さんがよく作ってくれたんです。あ、花飾り。私も作りたいのに、モンスターが増えちゃってお花のとこまで行けなくて。モンスターをしばいてきたらいいの？私たち積んでもいい？ああ、お花取ってきたらいいのか。もちろん。クラウド、どうかな？お金もらえるんだったらやるけど。両親はどうしたんだ？そんなセンシティブなこと聞く？いきなり今聞いちゃおう。私がもっと小さく距離感どうなってんだよこいつ。事件に巻き込まれたんです。ああ、なんかそんなこと言ってたよな。約家族でピクニックをしたんです。お弁当を食べた後、お母さんが花飾りを作ってくれて。ああ、思い出の花飾りなわけだ。まあなんか、あ、お、新しいの出てる。サムとの関係は、そう、サムっていうやつを、あのスラム街にいたミッドガールの、なんか敵って言ってたんだっけ。サムのせいでお父さんとお母さんが死んだってお兄ちゃんが言ってました。うん、ミッドガールの同業者。詳しいことは教えてくれないんです。まあ子供に聞かせるようなことじゃないみたいなことを思ってんのかな。グリングリンに頼め。これお兄ちゃんのことか。内緒のプレゼントにしたいんです。お、お母さんとお父さんがいなくなってからずっと頑張ってるお兄ちゃん。うわ、絶対手伝おう。お兄ちゃんには頼めないね。よし、引き受けましょう。本当ですか。そういうことでしたら。お花はミッドガルが見える丘に咲いています。ちょっと遠いけど、チョコボに乗ればすぐです。ああ、おかげさまでチョコボに乗れるもんな。この牧場のおかげでチョコボに乗れんだから。ちょっと遠いけど、ミッドガルが見える丘って言ってた？ミッドガルはこっちの方。あれか！あ、本当に遠いじゃん。やっぱりこの話考えさせてもらってもいいかな。まあでもクラウドたちにはチョコボがいますからね。カームの町までファストトラベルで飛んで、こっからはチョコボの出番だ。行くぜ。本当に何回見ても無理やんだよな、レッドサーティ。またがるんだなお前。じゃあマップ的にはしばらくこの道を進んでいく感じだね。なんかしっかり舗装された道路あるんだな。まあ、カームとミッドガルは結構交易があるんだね多分。じゃあまあ、ここちょっと一部あれだけど、荒れてるけど。おお、綺麗な道路だ。いや、なんかいいな、この高速道路をチョコボで爆走するの気持ちいいな。気持ちいいぞ。で、ミッドガルの方に近づいていってるけど、ちなみに今ミッドガルには戻れないんだよね。そのグリーン牧場の話でな。そ、あーいるね。なるほど。検問所に近づくことはできないと。これ以上、うん、並んでんのかわいいチョコボ。マジでピコ以外のやつらは何なんだよそのチョコボ。なるほど、ミッドガルに近づけるのはここまで、検問所。いや、そのグリーン牧場の因縁のあるチョコボ屋、また会えんのかなって思ったけど、まあ今会えないんだな。で、このハイウェイから降りたいんですけど、さすがにこの高さは飛び降りてくれないのか。え、あ、どうしよう。どっから降りればいいんだろうな、これ。あ、さっきのちょっと道が荒れてた場所、そこか。ここからなだらかに高速道路の下に降りることができると。いや、マップよくできてんな。そうだね。共和国時代に作られた古い道だ。整備をしなければこうなる。物知りだな、本当に、レッドサーティ。神羅は自分で使うとこしか手入れしねえからな。なるほど。だからそこだけ道綺麗なのか。バスは共和国と一緒になくなった。へえ。つまり俺たちが歩かされてるのは神羅のせいってわけだ。いいじゃん、チョコボいいんだから。
ハイキングってこんな感じ？なんか敵ついてきてんの。なんかちっちゃいチョコもいる。いや、はぐれチョコも。だって広大な荒野を旅する旅人を道案内してくれる心優しい動物たちがいます。小さな助っ人を見つけたらついて行ってみましょう。あ、へえ、チョコボストップに案内してくれるこの子について行ったら、ちょっと行ってみようか。チョコボストップってファストトラベルの場所にもなるから、たくさん見つけた方が当然いいよね。ちょ、連れてってよ。だよ、このチョコボは保護とかしなくていいの？グリーン牧場連れてった方がいいんじゃないの？一人でたくましく生きてるんだ、この子。あ、連れてってくれた、ありがとう。ここ、あかな。到着した時点で、あ、ファストトラベルできるわけじゃないのか。一旦降りて、こう、触っておくと、あ、出た出た出た。うん、チョコボストップ。あー、マップに表示されましたね。あ、なんか近くに通信塔とかもあるから寄っとこうかな、チャドリーのために。いやー、やっぱこういうなんか寄り道をしちゃうわけだな。クリンの依頼をさっさとこなそうと思ってたんだけど、やっぱこう歩いてるとな、近くのロケーション気になっちゃうし、チャドリー、あ、ほらほらほら、こうもうなんかチョコボがなんか探してるわ。こういうこともやりたくなっちゃうんだよ。よし、電波塔発見。これでチャドリーが満足してくれるってわけだね。で、周辺にあるロケーションとかを表示してくれたりする力があるんだよな、通信塔は。このようにね。で、まあこんなことされちゃったらさ、その場所に行きたくもなるし、こことか討伐レポート、討伐レポートって場所はちょっと強い敵がいたりするのかな。召喚獣レポート、そんなのもあるんだ。うわー、やべえぞ。あれはモンスター？ん？動物？何か。ああ、その鹿。どうしてわかるの？図鑑で覚える、兵士の基本の一つだ。へえ、そうなんだ。食べるためまたは縄張りを守るために襲う。だがモンスターには理由がない。襲われてから分かっても遅い。あれに関して言えば危険な匂いはしない鼻を鍛える鼻で判断してんだ、レッドサーティーンは。危険な動物かどうか匂いで分かるんですね、そういうの。あれ、てか、 あれなんか、あ、さっきのとはまた別のチョコストップ教えてくれてる、はぐれチョコボが。ありがたいね。あ、でもなんかさっき見つけたチョコボストップも今のところもなんかロックされてるみたいなアイコンになってて、ファストトラベルはできないね。なんか条件あんのかな。この子に別に話しかけたりもできないんだよな。なんかあるのかもしれないけど、まあ今はいいや、わかんないし。先に進ませてもらいます。あ、来た来た、お花畑だ。あ、全然モンスターとかいないじゃん。あ、モンスターいるわ。あれマンドラゴラだな、植物型のモンスター。あれを倒せば安心してお花を摘めるってわけだ。そういえばね、連携アクションの使い方覚えましたよ。あの大技じゃなくて、ゲージ貯めないと使えない大技の他に手軽に使えるこういう連携アクションってのもあんの。うわ、2人で攻撃してる、バレットとクラウドが同じ敵を。なんかこれやってるとさ、好感度上がるタイミングあんだよね、たまに。だからバレットとやレッドサーティーン、せっかくパーティーにいるんだったらどんどん連携技使って好感度を上げていきたいわけだよ。確かにすごいお花畑だな。青いお花もあって黄色いのと。まあお花のことはエアリスに任せましょうか。お花選ばなくちゃね。うん、頼むよ。任せる。お花屋さんでしょ。その顔あんまり良くないな。何、お前も参加しろって言いたいのか。ちゃんと手伝うからね。リーフハウスに持ってくお花選んだよね。ちょ、あ、クラウドが自主的に、あー、なるほど。
青いお花はいらないってこと？この花飾りの絵に乗っとるんだったら黄色いお花と赤いお花だけ持っていけっていう感じなのかな。あ、おーすごい、クラウドが自分で持ってる。なるほどね、試されてるな。何でも屋はお前なんだからお前が花を選ぶんだぞと、そのように促したんですね今エアリス介護士は。赤いお花、これいるでしょ。おー、情熱的な色。クラウド、そういうの好き？いやいや、まあまあ好きというか、いや、別に好きとかで考えてないんじゃないの今クラウドは。だいぶあさっての方向いてるけど今すごい真顔でどうした、考えてんのか。まあこの花選ぼうよ。まあ好きかどうかというより合理的に今俺も考えちゃってたけど、あのクリンの描いた絵に従って。まあでも別にそこはアレンジ加えてもいいのかな。花飾りだからもっと必要だね。必ずしも同じの作らなきゃいけないわけじゃないよな。こんな青いお花も綺麗だから、これも積もうよ。なんか3分の1って書いてあるしね、左上に。3種類別に持ってってあげたらいいんじゃないの。さすが俺が高い。あ、わかる。この子の花言葉は家族への愛。お花屋さん、プレゼントにぴったり。うわぁ、お花屋さんみたいなこと言ってる、お花屋さんが。じゃあこれにしよう。これも積んであげて、いい。うわぁすごい、このアングルいいな。これ今ってさ、あ、フォトモードにできる。お花を積むクラウド。あー、ちょっと顔が映らないな。なんかカメラもね、そんなに自由に動かせてる感じしないんだよな、このフォトモード。もっとカメラ自由に動かしたいな。いやほら、この場面だったらさ、もっとカメラ下にずらしたいんだけど、これ以上下に行けないの。ほら、ここで止まっちゃう。もっと下からのさ、舐めるようなアングルでクラウド撮りたいじゃん、この場面は。いや、もっと下から舐めるように撮りたいんだけどな。ちょっとどうしてもダメかもしれないな。あれかな、それを許すとティファとかを舐めるように下からのアングルで撮ろうとする輩がいるからそれ防ごうとしてんのかな。もうちょっと積んでく？じゃあこれあれか、偏らせることもできんのか。あ、そういうことじゃないのか。もう赤、青、黄色全部一回ずつ積ませる感じにできてんな。あ、でもこの緑色の、え、この猫じゃらしみたいなのも積めんじゃん。いや、悩んじゃうな。そう、あ、他にも選択肢あったか。あ、そっちに白いのもある、よく見たら。おいおいおい、マジかよ。ちょっとコメントくれ、エアリス。いい香り。クラウド、引き寄せられちゃった？いやー、でもちょっと考えさせてくれ。その猫じゃらしに対してのコメントもちょうだい、お花屋さん。出た、猫じゃらし。本当に猫じゃらしなんだこれ。選ぶような気してたんだ。じゃあ選ばねえ。だとこっちだってちゃんと考えとるわ。もしかしてそこのなんかふさふさの、これも候補になってたりする。あ、ごめんなさい、これ違いました違いましたね。いやでもな、クリンからのメモにあった、やっぱ赤と黄色のは最低限入れてあげたい気がするな。あ、よく見たら白も入ってんな。やべ、白の花も入ってる。赤、黄色、白っていう3つの組み合わせが要求通りだったか。でもちょっとそこはアレンジ加えさせてもらうか。青いやつはすでに積んじゃったので、まあ黄色いやつこれ積みましょう。かわいい、柔らかいし花飾りに向いてるね。そっか、でもちょっとクラウドのセンス問われる感じだったが、でもクラウド青好きそうだよね、なんとなくだけど。めちゃくちゃなんとなくだけど、いいんじゃない、クラウドらしい組み合わせになったんじゃない。赤と黄色の中になんか感触入れんのもどうなんだろうな。青合わないか、うん、これくらいあれば十分。でも選んじゃったしな。もうクリンに届けよ。届けましょう。まあこういうのはもう気持ちでしょ。ここよ、ここ。じゃあ戻るぞ、バレット。お前似合わねえなお花畑こんな巨大な体験背負ってる男に言われるのもどうかと思うけど、
まあ片腕がガトリングの大男よりはマシかな。この辺も調べられる場所ないのかな。そっちの方の崖っぷちとか。別に、ああ本当に崖っぷちだ。ここって降りれたりしないの？さすがにこれ以上は無理か。じゃあもうファストトラベルで帰っちゃっていいんだよな。別に歩いて帰ることないよね。なんか割と牧場にも花咲いてるけどな。この辺のでも作れんじゃないの。花飾り。あ、まあでもああいう赤とか青とかの、あんな鮮やかな花はそんなに多くないか。白い花が多いね。あの白い花はこの辺でも取れんじゃん。じゃあよかった、別にクラウドが取らなくても。正解正解。あの青いの選んで正解よ。なあグリーン、そう思うよな。こんなにたくさん、ありがとう。いいってことよ。どういたしまして。このお兄さんが積んだんだよ、ちゃんと。お母さんみたいに作れるかな。そりゃクリーン次第かな。実はお花屋さんなの。ああ、いいじゃん、花飾り。手伝ってあげてよ、お花屋さん。一緒に作ろうね、クラウド。俺？ああ。え、クラウド、ちょっとエアリスには素直だよな。お母さんのと違うけど。いいじゃんいいじゃん、青いの入ってて。お兄さん、ありがとう。あれ、何か問題？お兄ちゃん。お兄ちゃん、これ。これクリンが作ったの？うん。ありがとう。うわ、どうかな。あったけー。似合ってるね。最高。いいもん作ったわ。お揃いだ。うわー、最高。あったけー。なんかエアリス用のスキルブックっていうのをもらってたね、報酬で。あー、エアリスの好感度も上がりまして、パーティーランが、じゃあ、あんまガチャガチャしないよ。ちょっとお前ほんと置いてくぞ牧場。妹を助けてくれてありがとう。いいってことよ、こっちのためだし。クラウドのおかげでクリーンが明るくなったよ。あ、そう？クラウド自身は暗いままだけど。この花飾り大切にしますね。いや、すげえよかったよ、似合うぞ花飾り。でもやっぱちゃんと同じのにしてあげたら、それ専用のコメントとかあったんだろうな。しまった、青いの選んじゃった。花言葉がいいとかも言われたしさ、お花屋さんに。そういえばちょっと今黄金の羽持ってんな。あ、もしかして交換できる？パーツ1個くらいなら買えるな。パーツ買うと足速くなったりするんだっけ？でもそれはレースの時だけだっけ？どうなのかな？レース以外の時は効果ないのかな？足装備買ってあげようかな。はい、交換。チョコボを着替えさせる時は、そこのチョコ棒を使ってください。チョコ棒、これのことだよね。まあ、足だけつけたところでそんな、あ、でもいい、やっぱ一番怪我しそうなのって足元だもんな。道の悪い場所を走らせてるから、足のプロテクターまず欲しかったわ。あ、いいんじゃない。カラーエディットとかもある。おい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 、そんなことまでできんの。あ、でもなんかこれあれだね、体についてるパーツと赤で揃えるとちょっとおしゃれ感出るよ。これにしよう。これいいな、ちょっと個性まで出せんのかよ。お着替えしちゃった。いや、ちょっとこれ何でも屋の依頼はなんか良さそうだな。ほんと前回もカードゲームのしょっぱいイベントかと思ったらさ、ティファのカクテルの話になっちゃってちょっとエモかったしね。ああいう話聞けるんだったら、まあ今もなんかね、エアリスのお花屋さんの実力も見れたし、ちょっと依頼はもうこれ実況中にやった方がいいかもしれん。いや、もうこういうね、ロケーションを巡るのは勝手にやっといていいかもしれないけど、探索レポートだの討伐レポートだの、ちょっとカームの街での依頼もやろうやろうやろう。で、カームの街のこちらの掲示板ですけど、前回やった奪われたレアカードの他に2つありますね。1つは依頼主か、これ町長なんだね、カームの町長。どんな人なんだろう。これやっちゃおうかな。内容は、魔鋼タンクの製麺線である輸送パイプから魔鋼が漏れている。あ、それの修復どうだろう。クラウドできるかな。これってさ、もしかして
これのこと言ってたりする。あ、なんかこれっぽいな。しばらくの辛抱です。早く魔行。うちの冷蔵庫も壊れちゃった。やっぱ魔行トラブルっぽいもんね。周りの人のセリフも。ああ、パイプの修復。修理の方々。あなた町長。うんうんうん。失礼。おう、修理よりはぶっ壊すのが得意だな。余計なこと言うな。こんな時です。そういう冗談は感心しません。ちゃんと叱られてる。で、なんかあったら。で、ちょっと反省してる。パイプから魔鋼が漏れているようです。何でも屋さんが応急修理をしてくれていますが、やっぱり本職の修理じゃないと不安ですからね。何でも屋さん？こうして到着をお待ちしているわけです。クラウド以外にもいんのか。何でもや。何でもや。ミッドガルのスラム界隈では有名なんだと。え？それクラウドのことじゃないの？会ってみてえな。ではご紹介しましょう。その代わりというわけではありませんが、はい。伝言をお願いしてもいいですか？何でもやに伝言を伝えるの？何でもやが？まあ一応いろいろ聞いてみよう。パイプとは？いわゆる魔鋼パイプですな。まあミッドガルからつながってる。魔鋼を送ってもらっているのですが、うんうんうん、そのパイプが不調で魔鋼が来ないのです。それは一大事だね。蓄えがあるもののどれぐらい持つか、徐々に減っていく魔鋼をビクビクしながら確認する日々です。そりゃ大変だ。でもよ、いっそ魔鋼なしで生活すればいいじゃないか。バレットの思想としてはそうだよな。またご冗談を。ご冗談になっちゃうのかそれ。バレットよく今の怒らなかったな。何でもやとはそれ気になるな。スラムの何でもや。この町の設備保守担当がモンスターに襲われて入院中なんです。わあ、治安悪いね。応援を要請したのですが、今はミッドガルが大変でしょう。そこに現れたのが何でもやさんです。ハンターに助かりましたよ。同業者だな。まあまあ直接会ってくればいいか。助かります。これからは申し遅れましたが、私町長のフラットベレージと言います。フラット町長。何でも屋さんは町の外にある工房で作業中のはずです。私からの伝言は状況と進捗の報告をお願いしますです。それだけ。皆さん、それだけ伝えるために別の何でも屋を雇うの？わざわざ。スラムはあんたの方が詳しいだ。あ、二人なんか会話してる。何でもやね。レッド13、やめろ。やっぱりお前しか知らねえな。他のやつならもうちょっと気の利いた看板あげるだろうしよ。そうか、バレットも知らないか。他には何でもや。場所は？え、あれか。お、まあまあ距離あんな。チョコボがないと大変だったな。じゃあチョコボに乗ってここまで行きましょう。しかしなんかあれだね、今までやった依頼どれもなんか一人相棒がいて、なんかその人との関係を掘り下げる感じにもなってんのかな。カードゲームの依頼はティファとのカクテルの話になったし、さっきはエアリスのお花屋さんだったし、で今回の依頼はバレットが相棒みたいなポジションでなんか進めてくんだね。なんかいいな、それよくできてんな。それぞれとの関係が深まるようになってんのかな。うん、魔鋼パイプってまさにこういうやつだよね。ミッドガルから魔鋼が供給されてるおかげでカームは豊かな暮らしができてるわけだ。あ、ちょっと今ちょうど討伐レポートってのも近いな。最初の1回くらい行ってみるか、どういうもんなのか。あ、はいはいはい、討伐レポート。そこにいるモンスターを、なんか赤いオーラ、なんだ。特殊なモンスターの反応を確認しました。お前チャドリーか。戦闘に備えてください。あれ、今の音声大という困惑を。やけに可愛いと思ったけど声が。え、なになになに。モンスター女チャドリー、インストルメント、通称マイと申します。チャドリー博士によってプログラムされたモンスターガイド用の音声アシスタントです。じゃあ何、実体はないってこと？早速ですが、シリみたいなもんってこと？特殊なモンスター反応を確認しました。クラウド様、バトルミッションをクリアしつつ生体データの収集をお願いします。私もガイドとしてお供します。一緒に頑張りましょう。でもなんかベースはチャドリーなんだよな。
複雑な感情になるわ。あー、討伐拠点はチャドリーが調査対象としている珍しいモンスターの生息地です。まあ、その珍しいモンスターのデータが欲しいのか、チャドリーは。まあ、戦えばいいのね。モンスターの縄張りのようだ。でもやっぱちょっと強いのかな。希少種。はあ。あのたくましい手足。気は抜けない。動物園の音声ガイドみたいなことやってる。あのちょっと今ダメージ受けてんな、クラウド。あー、カエルにする技使うんだ。それ厄介っすね。ちょっとなるべく遠距離で戦いたくなるな、そうなると。いいな、この音声ガイド聞いちゃうな。なんか今そんなにバトルに集中できてなかった。おお、素晴らしい。全弾ぶち込む。バレットのアンガーマックスで一人倒したぜ。あ、今ひょっとしてあれじゃない、呼べんじゃないの。レッドサーティンがイフリートの召喚を使えるので呼んじゃおてか制限時間あんだな。あと36秒で倒さないといけないのか。残り一人だったらいけるか。ちょっとレッドサー、召喚獣にもチュートリアル入んのか。まあ召喚獣は前作にもいたからまあいいかな。呼び出したらまあ勝手に戦ってくれるし、 ATB ゲージを消費したらアビリティを発動させることもできる。よし、いけー。うわー、倒せたー。簡単じゃなかったわ。めちゃくちゃ強敵だったわ。これあれですね。今後は勝手にやっとく対象ですね。まあなんかチャドリーをベースにしたバーチャル女子の存在は面白かったけど。あ、こんなところにはぐれチョコボがついていかないと。やばいよこれ本当に。寄り道できることが多いぜ。はい、こちらチョコストップですね。ありがとうございます。でこういう時にさっきの戦いで結構ダメージ受けたから座布団使って休むみたいなこと。あ、座布団座布団取り出すモーション面白。そんなに体の休まり具合変わるか、今の座布団で。ペラペラの座布団でさ。そこが目的地らしいけど、あ、乗り越えられるね。これからしいな。誰もいねえじゃねえ。おい、なんでもや。俺に何か用か。え、若っ声。うわー、バランチのガセネタをわめいてたガキじゃねえか。そうだそうだ、キリエ。クラウド、ここも縄張りなの。パイプ修理を引き受けた何でも屋はお前か。修理なんかできんの、お前。何でも屋のキリエだ。報酬は安くない。ちょっと寄せてんじゃねえ。お前ら商売に向いてねえな。町長から伝言だ。進捗を報告しろってよ。そうだよね、そりゃそうだよね。よくこんな小娘に任せたな、町長。私も報告したい気持ちは人一倍あるけど、はあ、成果がねえんだろ。私に必要な部品が足りなくてまだ全然。一緒に部品を集めてくれない。ふざけるな、安くねえぞ。有望な後輩を助けると思ってね。何でも言うこと聞くから。何でも何でも屋を名乗るのをやめろ。それが条件だ。あれ、その看板ちょっとプライドあるんだ、クラウド。早速だけど、これが最低限必要な部品。いいのかよ、お前も。本当はもっと欲しいところだけど、贅沢は言うまい。さらったら持ってきて。あー、部品はどこにある。この先のパイプのスクラップ置き場にあると思うな。ある、きっとある。じゃあしょうがねえな。じゃあよろしくね。これ報酬もらえる、ちゃんと。私はここでほら細かいネジとか探さないと。怪しいなこいつの仕事。よくこんな小娘雇ったな、町長。例えばこういうところに
お、錆びた鉄板、キーアイテム表示だ。こういうのがあって、で他の場所にも行かなきゃいけない。なんか場所が散ってんだよね。あと3箇所。はい、古びた釘ゲット、錆びた鉄板と古びた釘ゲット。はい、鉄板と釘また手に入れて、これで全部かな。全部拾ったと思われる。帰ろう。ちょっとこの道が荒れてるからな、どういうルートで行くのが最短距離か分かりづらいんだよね。あれ、これ合ってる。あ、なんか間違えた気がすんな。じゃあ部品を渡してやるか。わお、こんなにたくさん。これだけあれば本職みたいに直せそう。直せはするんだ。割り増しで請求できるかも。半分よこせよ。よし、じゃあついてきて。7割もらってもいいわ。魔法パイプの修理へ、レッツゴー。え、何、それもついてくの。そこまでは俺の仕事じゃないと思うんだけど。てか壊れてんの、別にこの辺じゃないんだ。実は私、家出中なんだよね。おばあちゃんと喧嘩しちゃって。あ、その感じで家族いるんだ。頭に来て飛び出しちゃった。だからね、ミッドガルの外でしっかり稼いで、おばあちゃんを見返してやるの。多分クラウド興味ないぞ。なんか返事しろや。おい、報酬よこせよてめえ。半々でも納得できねえぞ。あれかな。ああ、漏れてるね漏れてるね。あの程度の破損で支障出んの。いや、まあこの程度の破損でもそうか、一大事なのか。あまり近寄らない方がいいんじゃない。到着。魔法慣れしてるクラウドがやった方がいいんじゃないの。修理できんだろうな。はあ、スラム育ちを舐めないでよね。ジャンパーツの扱いは任せてよ。なるほどね。あ、お、漏れた魔法で強くなったモンスターじゃねえのか。え、気持ち悪い。なんじゃこいつ。修理を邪魔するモンスターを倒そうか。まずはゲージ貯めて見破っとかないとね。確実に。なんかあんまり調子に乗るって言ってくれないな。なんか前作の時はさ、この見破るをクラウドにさせる時にクラウドが調子に乗るなって言うんだけど、調子に乗るって途切れるからなんか面白いことになってたんだよな。見破るやるたびに期待してんのにあまり言ってくれないんだよ。まあ弱点属性が炎ではっきりしてるので、炎のマテリアを持たせてんのは、あ、誰だっけ、バレットだったっけ、バレットだった気がする。バレットでゲージ貯めて、あ、なんかあいつ動かねえからバレット戦いやすいな。完全に遠距離で戦えるもんね。じゃあこのファイヤーカイというアビリティで強くなった魔法を使わせて、でヒート状態になって、この状態でバースト効果の高い技使ったらあっという間にバーストでしょ。いけいけいけ。で必殺技スピンファング。何だったんだよ。あ、直したか。漏れた魔法の影響だろう。戦ってる間に。よーし、完成。これでバッチリ。本当に直してる。あ、なんだ、できんじゃん、やれば。何でも野同盟の結成を祝して、お疲れ様の乾杯でもする。断る。約束を忘れたのか。あ、何でも野同士、手を取り合って頑張ろうって約束。利用しようとしやがって。何でも名乗るのはやめろ。いいじゃん、減るもんじゃないし、宣伝してあげるからさ。営業妨害だ。そんなにプライドあるんだろ。あ、まだいんのかよ。あと片付けよろしく。ほら、あ、欲しいよこせよてめえ。ふざけんなあいつ。まあまあ、もう弱点は分かってるから、バレットにファイヤー打たせればいいな。ぶっ飛ばせー。打ちすぎ打ちすぎ打ちすぎ。あのガキどうするよ。修理は完了したらしい。町長に報告して終わろう。ろくなことしねえやつ枠だな、あいつは。ジョニーと同じで。まあジョニーともまたどこかで会うと思うけど、ジュノンまで行ったらジョニーがいるんだったっけ。あ、どうだったかな。
まあでもあのクソガキはクラウドの能力を認めてくれてんだね。何でもやとしての。だからクラウドの仕事に乗っかりたいわけだ。っていう程度には認めてくれてると。あいついねえじゃねえか。方針持ち逃げしたか。ふざけんじゃねえぞ。何でも屋さんに聞きましたよ。皆さんも修理を手伝ってくださったとか。手伝ったどころじゃねえわ。魔法の供給が再開しました。ありがとうございます。こっちにも報酬ある。何でも屋はどこだ。次の仕事があるとかで。ふざけんじゃねえぞ。出て行かれました。さすが噂にたがわぬ実力者。お忙しですな。その噂こっちのもんなのよ。思わぬ商売敵の登場だな。よく信じたな、あいつを。あーった何でも屋さんから皆さんの分の報酬を預かっております。ありがとう。あ、なんだ、いいとこあんじゃん。3000ギル。いや、この今もらった3000ギルが割合としてどうなのか怪しいもんだけどね。あいつ1万ギルくらいもらってない？こっち3000ギルで。魔法タンクに魔法が溜まっていると安心しますな。今夜は。ぐっすり眠れそうです。よかったよかった。じゃあ今の3000ギルで買っちゃおう、この町に売ってる武器。いや、まあまあ本音としてはこのバスターソードをずっと振っててほしいんだけど、クラウドには。ただ新しい技を習得するのにやっぱり新しい武器は必要なので、シルキーセーバー、この武器購入しましょう。やっぱはあ、でこちらのシルキーセーバーのアビリティは剣に炎と雷の属性をまとわせて切りつけると。まあどっちか片方でもいいから弱点だったら有効なんだよね。空中での発動も可能。おお、なんか使いやすそうだぞ。これ一旦装備して、で熟練度みたいなのがあんのかな。あ、ここか、このゲージか。あ、バスターソードのアビリティもまだ完全に習得したわけじゃないのか。あ、どうしよっかな。バスターソードの技をまず習得させてからの方がいいか。いや、そうなの。やっぱ、このバスターソードという存在に思い出がやっぱりあるから、プレイヤーとしては。ずっとこの剣使わせたいんだけど。いや、まあでもシルキーセーバーでさっさとこれ習得させようかな。もうさ、熟練度ボーナスって書いてある場所。ここの条件満たすと熟練度が溜まっていくので、炎か雷が弱点の敵がいたらどんどんクラウドに弱点つかせて、このアビリティを完全に習得したらまたバスターソードに戻しましょう。っていう感じだね。ああ、初期装備以外の武器を初めて手に入れた。蝶々と何でも屋さんのおかげでね。いや、でもやっぱり依頼はやった方がいいな。エアリスのお花屋さんの話とかもなんか良かったし、でカームの町に残り一つあるので。あ、しかもこれあれだ、依頼主があのオリバー農場の人じゃん。オリバー農場ってあのね、カームのホテルの支配人が紹介してくれた人。へえ、なんかお話的にもやっといた方が深みが出るような気がするので、この手の何でも屋の仕事は、まあクラウドも何でも屋の名前にプライドがあるようだったしね。わざわざ看板を下ろさせようとして。じゃあこの町での何でも屋の仕事が終わったら湿地帯を越えに行きましょう。じゃあまた次回ですね。あ、無事に武器が手に入ってよかった。ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。